いきなりかよ。なんだその無表情の目は。ミユカはどこだ。ミユカ出せ。ミユカを返せ。なんで全部無視なんだ。会いたかったぜミユカ。認める、嬉しいよ。ハイタの顔見ると、俺はミユカの顔を見てると金玉が外そうになる。なんだミユカ、男女で二人きり部屋何をするんだミユカ。言わすな、俺はバカじゃないです。バカっていうがバカなんです。あ、すごっ。おほほほ。妹さんのパジャマが欲しいっていう話してたよな、ミユカ。多分サイズもぴったりだと思う。モエカと会ったわけじゃないけど、サイズはぴったりだと思う。俺クラスになると、まあ、モエカぐらいの年齢の女の子のすべてって、手に取るように分かっちゃうんだよね。あ、これはバースデーの招待状。親族全員既得でも行きます。いいよ、ミユカのバースデーが祝えるなら、一族根絶やしになったって構いやしない。よし、お揃いシーツとパンツも買った。誕生日プレゼントもいい。パンツもいい。完璧だ。水着でいい。ミユカって、なんか一番クールで落ち着いてそうだけど、一番自分の体がエロいことを理解してるよな。ミユカこれ受け取ってくれるか。俺が夜鍋して手編みしたパンツの群れたち、仲良くしてやってくれ。無職で飲む。美味しい？うめえよそりゃ。多分ね、働いてる人が飲むお酒より美味しいね。考えろ6まで。ここは相手は酔ってるの。ミユカは酔うと、ミユカは俺を甘やかしてくれる。なぜならミユカはママだから。ママは常に息子のことを甘やかしたい、優しくしたい。であれば正直疲れた、これが正解です。さあ思う存分6まを甘やかせ。ミユカ準備はできてる。うん、当然だよ。それだけ頑張って。こんなもん。え、この程度じゃ幼児化した6丸は泣き止まないぜ、おぎゃり止まないぜ。え、こんなもんなの、この程度なの。ミユカ、うわー、頑張ってる、えらいえらい。出たわ魂が。褒めてくれるとやる気出るな。でしょ、褒めるくらいいくらでもしてあげる。本当に？じゃあもっともっともっと褒めてよ。調子に乗るな。乗ってない。乗るのはミユカだけだから、ね、え、結婚する。ああいいよ、しようしよう。週7で入れるよ俺。これミユカに似合うかなと思って積んできたんだ、お花屋さんから。キス、え、味があるってどんな味だろう。味ですか。それは奥ゆかしくて深みがあって、素材の味が引き立ってるような、そんな味じゃないですかね。私、え、したことない。ないの？気になるな。どうだろうね。味、味だよ。どんな味だろう。行け、ハイト、行くしかない。教えてあげろ。チュ、こんな味だよ。キスの味、え、何味なんだ。結局ムミが一番いい。ムミ味しないんだ。え、残念。美味しかった。するするする、めちゃめちゃする。味の素塗りたくりを唇に、旨味たっぷり。キスの味知りたい、ハイトちゃん。キュー。何、どうした。どこかに行きたい。え、ハイトと一緒に。おまり、迷惑じゃない。その言葉を待ってたんだ。ミユカ、今行くぜ。ハイト、こっち。どっち？来たよ、俺です。ごめん、ミユカ。待たせちゃった。待った。楽しみすぎて。嬉しいね。そんな前から来てたの？ごめん。許す。私が好きで来た。秋葉原で1時間も、その、この格好で、待ってたの？よかった、日本の法律が機能していなくて。着いた、テーマパーク。どこだ、富士急かな。でも東京って書いてあるな。泊まりで行くならもっとすごいとこ行け、すごいとこ行けばいいのに。うん、みゆかちゃんは何か乗りたいものとかある？俺かな？みゆかちゃん？最高。ドキドキするようなアトラクションの数々。笑顔で楽しそうにしている人々、目に映るものすべてが素敵すぎる。ミユカちゃん目がキラキラ輝いてるね。ジェットコースター、ジェットコースター乗る。いいよ、いきなりジェットコースター。最初はもっと緩めの方がいいんじゃない。ジェットコースター。ああ、なるほど。確かにミユカちゃんの服装、トップガンもびっくりするほどぶっ飛ばしてるもんね。ワクワク。
かわいすぎないかねえ。おほほおいおいなあ、反り立ってるねジェットコースター。俺の下半身も反り立つわ。ロケットじゃん。ひぃー、ハイト手を上げて。お手上げー、お天上げー。無理、捕まってないと落ちる。落ちない、落ちない。もう落ちてるっつーの。落ちてる、落ちてるって。にゃーかわいい。ハイト、もうすぐ水ジャブー。水ジャブー最高ー。はい、ジャブー。なんとんだりそんなにスプラッシュマウンテンじゃん。おほほ、みゆかちゃんテンションおかしくなってない？なってる、楽しすぎるから。うにゃーあ、入った。何？次だよ次。何？登って落ちて回ってひねるやつ。それ命がいくつあっても足りないやつだ。俺もう無理。入った。何急に。ゲロゲロパー治った？いや、この体のほてりは治りそうにない。これ俺がプレゼントしたパジャマじゃない丈が短すぎる。うん、もう大丈夫。心配かけてごめんね私に付き合ってジェットコースター乗りまくったから。どうしたの？まだ気持ち悪い？いや、その一緒の布団に入ってるからなんか緊張しちゃって気持ち悪いじゃなくて気持ちいい？気持ちいいっていう言い方はちょっとあれだけど、すっごくドキドキしてる。でも残念だね。え、昼間はしゃぎすぎてハイトの体力。ティンティンティロリン、回復した。瀕死から蘇りました。夜のお楽しみ。いや、できます。できない。やらせてください、精一杯。夜のお楽しみ同じ布団で寝てるんだ。同じ布団でやる夜のお楽しみって何？あ、いや、俺はそう。何やってんだハイト、男出せ。今時草食系は流行らんぞ。ないの？ある。いや、全くないわけではないけども、うん、おい、そういう中途半端が一番ダメなんだって。行け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 なあ。後で牢屋に入ってから反省しようなんか変な空気にしちゃったかな。違う。え？そういう雰囲気にしてるんだよ私が。みゆか、そっと六丸はつぶやくと、二人は磁石のように体をお互い引き寄せて、唇を皮はいとすっぴー世代またミスイ体力を使い果たしたのはみゆかちゃんも同じだったか。なんでバニーガーデンに染めてる女の子はみんな直前で寝落ちするんだ。ありがとう、最高に楽しかった。ゲロゲロパー込みで。何ゲロゲロパーってどこの方言なの？今となってはいい思い出かな、うん、俺も一生忘れないミユカをいただけなかったことを後悔してる。また行きたいね。ああ、二人で旅行。じゃあね。ああ、また行こうねミユカ。さてと、旅行も終わったし、あとは X で。肩こり。ええ。じゃあ俺が持ってあげるよ片手まで。胸が。片手まで良ければ俺が胸持ってあげる。さあ来たぜ8月27日ハイパー X で。これショップいいよな、買ったよな。ミユカの誕生日プレゼントは。いざ戦場へ。まだ終わってない俺の中で対戦はな。しかし今日で終わる。今日で玉音放送する。ミユカと六丸が付き合ったっていう放送をする。最高。いらっしゃいませ。こー認める。嬉しいよ、ハイトの顔見ると嬉しくなる。誕生日おめでとうミユカ。何飲む？出た
とりあえずミュウカこれを。私も何か飲みたい。じゃあミュウカもオリシャン飲めば。嬉しい。ボトル取ってくる。あ、これが14万のパンツか。ミュウカ、酔っ払ってわけがわからなくなる前にこれ、お揃いのシューズ、俺とミュウカ用なんだ。履いてくれるか。ちゃんと温めてある。これ欲しかった。すごい。どうしてわかったの。なんでかな、全部わかっちまうんだ、ミュウカのことを考えると。こんないいもの渡してどうする。全部わかっちまうんだ。嬉しい。ハイト来てくれたんだ。来るよ。インサイダー取引でしょっぴかれそうになっても来るよ。ミユカちゃんのバースデーだからね、当然だよ。この喜ばせ野郎。どういたしまして。ごめん、せっかく来てくれた。いいんだよ、今日はミユカが主役。素直になる。ミユカ以外の全員が脇役、モブだ。どういたしまして。でもいつものミユカちゃんでいいよ。いつもの私、どんなの。どんなのも何もいつものもいつものだよ。話し下手で愛想もなくてたまに暴言吐く。ああ、何か言わせてしまったみたいで申し訳ない。いいよ、今日は何でも許す。あ、本当？じゃあ今からすっぽんぽんになるわ。来てくれたんだもん。あ、そこまで喜ばれるとは思わなかったな。じゃあ喜ばない。なんかムカついてきた。自分なんでちょろいって思われる。ハイトに全然ちょろくないよ。ちょっと高いお酒一緒に飲んでボディタッチして適当に会話してるだけでさ、好きになるなんて、そんなちょろいなんて思ってるわけがない。でも本当は嬉しい。ちょろ。バカ。このゲームやってると小学校の頃に学んだ大切ななんか義務教育とか全部忘れるわ。俺はビールでいいけど、ミュウカはオリシャンでいいよ。嬉しい。俺もうあれだから、オリシャンアレルギーだから。ギョトンとしてるね。まだ実感ない。ハイトがバースデーに来てくれた。なんで？ミユカちゃん見た可愛かったらお客全員祝ってくれるでしょう。ねえ、今日私のバースデー知ってるよ。だから、え、何？正直に答えて。何？本当に本当に本当に正直に。何でしょう、何聞かれるんだろう。なんで来てくれたの、こんな私のために。私わかんない、全然わかんない。見るか。こんな私のバースデーに来ても楽しめるとは思えない。ミユカ、そんなことない。ミユカと過ごす時間とっても楽しいし、ミユカとのおしゃべり幸せだよ。ミユカの誕生日、ミユカがこの世に生まれてきてくれたんだよ。そのことに感謝、神に感謝、ミユカのお母さんに感謝、ミユカの先祖に感謝。一つ言えるのは、俺にとってミユカちゃんはこんな私じゃない。決めてやれハイト、ハットトリック。特別なミユカちゃんだよ、だからこうして来た。ハイトが来た。今のじゃ答えに なってなかったかな。ううん、最高の答えだったよ。100点だハイト。今の私を私の私が見たら驚くだろうね。こんなスケベなウサギちゃんになっちゃって。私ずっと友達もいなかった。本当奇遇だな、俺は今もまだいない。そばにいてくれたのは萌香だけ。そばにいてくれたのは8割だけだよ俺は。でもこのお店で働き出して、カナに出会って、リンに出会って、萌香の他にもそばにいてくれる友達ができた。それだけでも、十分幸せだった、うん、自分を受け入れてくれる人がいて、でもその先には、おいおい、そのさ、大きな幸せが待って、大きな幸せを作ってくれた男の名前を教えてくれミユカ。ハイトに出会えた。六丸です。運命の出会い。ドヤ顔で言うな。でもそう、
私にとってはね。運命の人になれたんだ、ミユカの。嬉しい。この上なく嬉しい。覚えてる？私、ハイトの名前、忘れてた。厳密に言えば今も忘れてる。だから、クビになった人って呼んだの。とんでもなく失礼な子だよ。まあ間違ってはいないんだけど。本当にね。でも、そんなさ、笑い方してくれたらさ、会いに来るでしょうが。全男性来るわ。行列だよ。12時間待ち。それから何度も同じようなことしたのに、今度こそ嫌われたかもって思ったこともあったのに。大丈夫。俺何言われても気にしないから。でも会いに来てくれた。ミユカの言葉は全て愛してるに変換されてるから。自動変換機能ついてるから。俺の頭に私のままの私を受け入れてくれた。ああ、本当にハイトと出会えてよかった。俺もよかったよ。俺も同じ気持ちだよ、ミユカちゃん。でも締めみたいな雰囲気になってるけど、もしよしか、もう少し俺に付き合ってくれないかな、ハイト。俺、ミユカちゃんと一緒に行きたい場所がハイト。断るわけない。え、どこに行くの？でもどこに？ハイト、それはついてからのお楽しみ。どこに行くのかな？内乱か？ちょっと待って。あれ？ハイト。ハイト、お財布の中に。ハイト、ちょっと待って。待て。間違い一番。ハイト、お財布の中に900円しか入ってない。大丈夫かな？こんなに綺麗な街だったんだ。知らなかったな。今まで最上階に登るお金残ってる。これとっておきの時間を過ごしたいときは一緒にここに来ようって決めてたんだ。気に入ってくれた？うん。お財布の中900円しか入ってない。こんな俺だけど、ミユカのパートナーにふさわしい男になれたかな。ここ特別な場所になった。よかった。特別な人と特別な時間を過ごした。特別な場所。私一生この場所のこと忘れないと思う。俺もミユカとここで過ごした時間忘れない。このドキドキ、ミユカと二人きりというドキドキ、お財布の中に900円しか入ってないというドキドキ、合わさって無敵だ。俺も同じだよ。ハイト、気づいちゃった。私、自分の気持ち、おぼろげで、ぼーっとしてた気持ち。でも今、はっきりわかった。どんな気持ちに気づいたの？今は内緒。今は内緒。でも、ハイトに伝えるとき、来ると思う。ほんま？もし、その時が来たら、目を見て、はっきりと、正面から伝えるね。ああ、わかった。ハイト、ありがとう。間違いなく、今日が私の人生で最高のバースデーだったよ。よかった。ミユの人生に花を添えることができてよかった。お金入ってこい。ヒュー、よかった。お金戻ってきたぜ。さあこれで全てやることは済んだはず。旅行にも行った、バースデーも祝った。あとはもうなんだ、残ったお金全部使ってミュウと遊び尽くす。なんだよそんなチラチラ見て。どう？最高。神、天使、エンジェル、神、ねえキリストよりミュウカを褒めたたないか。俺宗教を作ろう。ミュウカを崇める。グッときた。私の流し目。俺の後ろでミユカファンが500万人死にました今。
た。効果抜群です。16倍弱点です。グッとくる仕草一覧、それに乗ってた流し目、そういうのもあるよね。髪をかき上げる仕草がいいとか。こう何、いやまた私何かやっちゃった。ボリボリの構え、いいね、グッときたかも。あとは上目遣いとかもやばいよね。こう完璧だ。ロンミウカ、2兆5000点オールなった。好きに。元から好きだっつーの。ドキッとしたよ。違う、好きに。はいと言えよ。自分の気持ち向き合えよ。育児なしチンカスソチンガ。ミユカちゃん覚悟して、これからはもっとドキドキ。ひえー、 YouTube にアップロードできるかな。誰も帰りを待ってない。あーもうすげー寂しい。寂しくない？ミユカとか待ってたらいいのになって。めっちゃ寂しいよ。ただいまって言う。誰もいない部屋。俺めちゃめちゃでかい声で言うよ。ビブラート聞かたーだいまー。もうトトロのあくび、トトロのいびきみたいな感じで言うもん。お帰りなさいって。帰ってくる？帰ってこない。もう帰りたくない。なら、うち来る？行く。でも、萌香いる。関係ない。ごめん、漫画喫茶とか。萌香もいる。萌香もいるんならいいじゃん、もう。ただいまって言ったら、うん、お帰りなさいって言ってくれる人がいるの。幸せだね。寂しい、なんか今、すごく今は寂しい。防音室で一人実況していることが。これが虚無なんだ。私は幸せ。ハイトちゃん、幸せ。ちょこっと寂しいだけだから。ごめん。ひどいよ、ミユカ。でも、いつかハイトちゃんにもできるよ。本当に？お帰りなさい。行ってくれる。ミユカ、行ってくれる？ねえねえ、ハイトちゃん。あ、待って、来たかもしれん。私、今日、自分に自信。二人きりの空間で泥酔チェキ。きたー、いけるか。とうとう、これ後ろに回るをやりたいんだけど。来たかもしれん。後ろ向いてもらえるかな。うわー、ま、迷うな。これ泥酔させるかどうか迷うな。まあでもこれから多分俺に気持ちを伝えてくるみたいな、そんな雰囲気になるから、あんま泥酔とかさせない方がいいとは思うんだけど、ミユカの泥酔した姿が可愛すぎて止まらん。いただきます。ミユカ、これ受け取ってくれるか。俺の気持ち、新作のハイブランドバッグなんだ。とりあえずいっちゃん高いもの買ってきた。ちょっといっちゃん高いから。これ欲しかった。いっちゃん高いの持ってきた。すごい。喜んでくれる？どうしてわかったの？ありがとう。あ、中に萌香とか入れてくれ。こんないいもの渡して、ハイトちゃんと一緒。ハイトちゃん。うん。私が他の男の人と話してたら嫉妬する？全然嫉妬しないけど、その男の人はシチュー引き回しにした挙句東京湾に沈めるわ。全然嫉妬とかないけど。話くらいじゃ嫉妬はしないと思う。じゃあ手をつないでたら、しかも楽しそうに会話しながら。多分ね、万華鏡シャリンが目覚めるんじゃないかな。一番親しい人がいなくなったから。男を殴るよ。ダメ、それは困る。ハイトちゃん、彼氏でもないのに。彼氏じゃないの俺。彼氏になったら、なっても殴るのはダメ。じゃあそういうことしないでくれ、ミユカ頼む。俺を犯罪者にしないでくれ。嫉妬されるとちょっと嬉しい。なんか思ってくれてる。そうよ、裏返しだから。感じちゃう。そんなね、豪華な炎燃えてるから。その気持ちわかるよ。ミユカちゃんにも嫉妬してもらいたいもん。何をすれば嫉妬してくれる？他の子。たはー。それはちょっと厳しすぎないかな。先が怖い。ねえねえ、ハイトちゃん。
ハイトちゃんに拒否権はない。最後だ、来た。ハイトちゃんは最後の最後に癒されるの。これからだって。ありがとう、ハイトちゃん。ミユカ、こっち、なんかあるんじゃないの？とほほほ、こりゃたまんねえ。たはふぅ、そろそろ帰らないとな。よし。ねえ、ハイトちゃん、まだ離れたくない。今日はわがままな子だって思われてもいい。まだ離れたくないから、わがままな子。ああ、一向に構わない私は。ありがとう。どこに行こうか、ミユカ。ハイトちゃん、私のわがまま聞いてくれるの好き。ハイトちゃんと一緒ならどこでもいいの？それだけでいい。だから場所はお任せ。急いで準備。さあ行こう。共に歩くみ、来た。うん、もう大丈夫。来たわ。さっきはごめん、酔ってたから。気にするな、ミユカ。で、話ってなんだ？ハイト、今日はね、伝えたいことある。ちょっと声震えてない？ミユカ、緊張してない？明らかにいつもと声音が違う。伝えたいこと？黙って聞いて、すぐに済むから。あんな後ろのレインボーブリッジ、レインボーになることあるか？ゲーミングブリッジかとか、そういう話はしない方がいい。ごめん、わかった。言うよ、言っていい？真っ赤だな、ミユカ。脇まで真っ赤。聞いてるよ。後悔しない？ああ、本当に言うよ。どんと来い。後悔しない、しっかり聞く。私は後悔しない。大丈夫だと思う？ダサい、私。ダサくないよ、ミユカ。決めてきたのに、土壇場でおじけついてる。覚悟決めてきて、土壇場まで至れたことがすごい。大抵の人はその土壇場まで来れないんだから。よし、ここに立ってる、それだけでも偉い。生まれてきて偉い。もう大丈夫、後悔もしない。いいよ、ミユカ。私の気持ち全部出す。全部出してくれ、ぶっかけてくれ。私はハイトが好き、でも友達の好きとは違う。愛してるよ、好き。うん、愛してる。私、ハイトを愛してる。ありのままの私を受け入れてくれた人。いつの間にか私の心から離れなくなっちゃった人。私、ハイトと恋人になりたい。ミユカちゃん、今の言葉、血流に乗って僕の60億個の細胞すべてに行き届きました。付き合おう。これが愛の勝利ってやつか。もう一回言って。俺もミユカちゃんのことが好きだった。だから付き合おう。ミユカ泣いてばっかだな、お姉ちゃんなのに。幸せで、その涙も受け止めてやるぜ。ハイト、私と付き合って。そうだよ、私たち恋人。もう逃げられないからね、ミユカ。地球の果てに逃げても追っかけるから、これからもずっと一緒だぜ。どこにも行かない。行かないよ。
俺はどこにも行かない、仕事にも行かない。本当に？ああ。もう大切な人失いたくない。突然いなくなったりしない。ずっと家にいる。ずっと布団から出ない。約束する。みゆかちゃんを悲しませることは絶対にしない。それに萌香ちゃんのことも、みゆかちゃんの大事な人は俺にとっても大事な人だから、萌香ちゃんのためなら俺にできることは何でもやりたいと思ってる。家に出ること以外、家から出ること以外。ありがとう。ああハイト、ずっとずっと好きだよ。くしきゃあ、最高だ。この忘れ物を取りに来たかったんだ俺は。これを拾いに来たかったんだ俺は。なあ、なんで素敵なんだ俺だって。俺今ちょうど白 T 着てるわ。え、俺じゃん。俺白 T 着てるし今。え、俺だ普通に。萌香ちゃんはもう寝た、うん、疲れてたんだろうね。すぐに寝た。昼間お兄ちゃんがたくさん遊んでくれたから。お兄ちゃんか俺も楽しくて夢中になっちゃったからね。萌香がね。なんだそれ、反則だろう。レフェリー反則でしょこの上目遣いは。配当お兄ちゃんがお姉ちゃんと恋人になってくれて嬉しい。配当お兄ちゃん最高の恋人だよ。そこまで言われるとなんか照れちゃうな。そう？事実なのに。ちょっとなんか私もクッションをさ肩に置くわ。ちょっとクッションに、なんか肩にクッション置いて、ミユカの重みを感じたい。ミユカのぬくもりを感じたいんだ。ハイトは最高の恋人だから、毎日が幸せ。俺も幸せだよミユカ。バカ、そうじゃないでしょ。私はミハネカオル。ミハネカオル。外ではカオルって呼んで。カオル好きだぜ。ごめんカオル、まだ慣れなくて。許してほしい。え、じゃあいつもの。え、でも萌香ちゃんが起きちゃったら。許してほしくないの？ほい、ほら早くいつもの。愛してるよハイト。ミユカの唇、埃っぽくて独特な味がするね。たまらん。